久保田、久保田、そしてフリーです、こけ口、おーっとゴールが空いていました。落ち着いて決めていきました、こけ口のゴール。こけ口は今季初ゴールになります。この久保田のパスが見事でした。そしてキーパーの位置を見て冷静に決めていきました、こけ口です。今確認して落ち着いていました。